宮崎交通1号蒸気機関車有田鉄道1号蒸気機関車国鉄ア3型蒸気機関車はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である元は阿波電気軌道が1916年に品野鉄道から譲り受けたものである1912年にドイツのオーレンシュタインとコッペル社で製造されたもので 出力 40HP クラスの車軸配置0から4から0型2気筒端式飽和式のウェルタンク機である。阿波鉄道では3型と称したが、ほぼ同型の機関車として7型が存在した。こちらも品の鉄道から同時に譲り受けたもので、当初は5と共に3型であったが、1929年に一旦廃車され、解体されずに保管されていたが、1932年に、 更新修繕の上、複席した際、導輪直径の拡大や電熱面積の増大などで、3型と若干の相違が生じたため、別形式とされたものである。1933年7月の国有火事には、鉄道省での形式は、それぞれ当初70系、75型が計画されたが、あまりに小型で長く使用するものではないとの判断から、私鉄時代の形式に、泡鉄道を表す。 青ふかして、アッサン型、アナナ型とし、番号は元のまま語、6として使用した。当時は、私鉄買収機の形式付与方針に、ブレが生じていた時期で、このような形式の付与方法は、結局、アワ鉄道買収機のみの特殊な事例となった。国有化後はあまり使用されず、アサン型は1936年、アナナ型は1937年に廃車となった。 本形式は、旧設計 40HP クラス B 型タンクと言われる、標準設計の機関車で、日本にも、機関線6 7 m m のものばかりでなく、762mm のものや、重輪を一軸追加した0から4から2系のものが、多数来着している。機関線6 7 m m のものに限って、列記すると、次の通りである。 製造番号5291から5296は、伊勢鉄道が発注したものであったが、同社には2両のみ引き取られ、残りの4両は、キャンセルされた。その後、この4両は、売買を仲介した商社に保管され、各社に引き取られた。そのうちの1両が、結局伊勢鉄道の3となったのは皮肉という他ない。鉄道省に席を有したものの保存はないが、 同系車が2両保存されている。1両は宮崎交通の位置で、廃車後宮崎市の宮崎大学線塚キャンパス内に保存されていたが、同大学の移転に伴い、同市内の総合福祉センター内交通公園に移設されている。この機関車は宮崎交通線の末期に4が1に改版されていたため、しばしば混同されるが、別物である。もう1両は、 有田鉄道の一となり、戦後東部鉄道が引き取った機関車で、上都後は東上線の時和台駅前に保存展示されていたが、現在は板橋区の城北交通公園でベビーロコと銘打って保存されている。ありがとうございます。